ち。食生活が乱れすぎて大変なことになってます。もうこれはもう人生で一番大変な時期に差し掛かった。あのですね、8月ですね、ちょっといろいろ忙しくさせていただいておりまして、家でご飯を食べる時間がね、ほぼなかったんですよ。うん、だからね、外食ばっかりになっちゃったんですよ。いろんなとこ行って、その帰りがけに食べて帰ってくるみたいなことがすっげー多くて、肉とかね、炭水化物とかばっかり食べまして、まああんまり見た目は変わってないんですけど。超えたよ。野菜をね、取ってないと、最近。うん。高いじゃん、やっぱ外で野菜食うと。サラダも高いし、野菜買ってきても高いから、なかなかね、こう僕らも手が出せないんですけれども、まあ、買えなくはないけど。今回はですね、ちょっと手軽に野菜を取れるもの、いっぱい買ってきました。ということでですね、まあ、野菜ジュースをたくさん買ってきました。ジュースならまあ毎日飲めるだろう、野菜が取れるだろう、しかも安いだろうってことで、これから習慣化させようと思うんですけれども、やっぱいろいろありすぎてどれを飲んだらいいかわかんないんだよね。どれでもいいんだよな。どれが美味しいかもわかんないしね。美味しいの知ってる野菜生活の企画が全部倒れるんですけど。野菜生活の紫の野菜が美味しいだろう。お前さっき飲んだだろそれ自分で。動画外で飲んだやつだよお前が。うん、美味しかった。ってことでこの9種類の中からちょっとナンバーワンを決めて、今後僕たちの冷蔵庫の中にね常に居続ける野菜ジュースを決めてやろうということなんですけれども、ちょっと気になるやつから飲んでいこう。どれがいい？一番まずいやつはこれ。これ、うん、じゃあまずこちらバーン。野菜1日これ1本。野菜不足に濃縮チャージって書いてあるからいいんだと思うけど俺は。まずい。いただきまーす。あーすごいね、野菜飲んでる感が強い。これは健康になりそうだ。いっぱい飲んだこう。これで3日は持つ。持たねえよ。じゃあ次、農協野菜デイズ野菜100。野菜ジュースの味がする。どう？あまあでもこっちより飲みやすい。野菜1日これ1本よりは野菜感は少ない。若干甘いよね。なんだろうね。人参の味がする。これも健康になりそうだ。これで6日間持つ。持たないから。これ美味しそう。農協野菜デイズフルーツ紫野菜100。あ、これ美味しい。美味しい。うんうんうん、美味しい。ぶどうとかリンゴみたいな。ちょっと待って待ってね。ちょっと飲まないんかい。はい、こちら農協野菜デイズフルーツ 100%。 これ紫じゃない方だね。いただきます。オレンジの味。なんで9種類しか野菜入ってないもん。こっちすげー入ってる。36だもん。だって野菜1日これ1本とか。ミックスジュースの味がする。あなんかオレンジジュースだね。ね、1日分の野菜来ました。これも好きじゃない。これもまあ多分すごいと思うよ。これすげーや、これすげーや、超野菜だわこれ。あんた飲みなさい、あんた飲みなさい。これ野菜食べないんだから普段。分かった今日だって松屋行ったのにサラダ俺に渡したからね。野菜食べなさい。分かった。食べなさい。食べなさい。これもパワーが出そうだ。1日分の12種ビタミン野菜。これなんかちょっと違うテイストな気がするけど。俺もうお腹いっぱい。ああ、これもなんかオレンジジュースだわ。うん。風邪ひかなくなりそう。ね。農協野菜デイズ。フルーツ&大野菜。黄色い野菜とかね、緑の濃い野菜ってね、色の濃い野菜は健康にいいっていうからね。マンゴーの味する。マンゴーの味する。うん。飲みやすいけどなんだろうね。これ野菜取ってる感あんまないの。まあでもその中でも入ってるってことじゃない？うん。やってきました。大好きな野菜生活です。緑の野菜を飲みまーす。はーい。ベータカロテンが豊富なんね。どうした？こんな入ってたっけ野菜生活。すごいね、舌に残るね野菜がね。本当に野菜すりつぶしてるんだな感がすごい。うん。最後こちらです。これもマンゴーなんじゃないのかな。デカデカとだってマンゴー書いてあるよ。はぁ、あ、これもはい、ってことで全部飲みました。さあどれを今後僕たちの冷蔵庫のスタメンにしますか。それを決める動画ですから今日は。皆さんのお付き合わせでゆるいからね今日はね。今日ゆるい動画でいいよ。夏休み最高だもんだって。え、いいの選んで。俺的にはでもやっぱこう右3つは押し、左3つになるのかな。みんなから見たら左3つだね。これだからね。俺的にはこれ推しだよ、やっぱり。この辺だよ。やっぱ病は気からって言うじゃん。だからなんか、あ、飲んだら健康になるな、これって感じるのはこの3つだよね、やっぱね。オッケー、じゃあ待って、ゆうも決まった。決まった？うん。もうあなたの家の冷蔵庫にしまうものですから、あんたが決めてください。それでは第3位。こちら。じゃじゃーん。野菜生活100、1日分のビタミン C でございます。勝因は何でしょう？
美味しいからです。では第2位どちらでしょうか。美味しさだけじゃないからね、やっぱね、今後の健康のことも考えて選んでいただきたいですから、こちら農協野菜デイズフルーツ&紫野菜。それなりに野菜もきっと取ってるし、なんて言ったってこれ55円ですからね、安い、コスパがいい。それでは栄えある第1位はどちらでしょうか。これ野菜生活100、これですか、うん、一食分の、これ一食分の野菜やで。本当だ、じゃあ3食飲もう。1日あたり3本、結果コスパがあんま良くなくなっちゃうんだよね。はい、ということで今回はですね、野菜ジュースを9種類飲み比べてベスト3を決めてみました。これから僕たちの健康になってくれる大切な子たちですからね、この子たちにお世話になりつつ動画を頑張っていきたいと思います。ということでみんなも夏休みお疲れ様でした。楽しかったかな夏休み。うん、楽しかったね。楽しかった。ということで9月になりますけど、明日からみんなも頑張っていきましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ、よろしくね。バイバイ。